やって消したんだ。飛び道具でも使ったか。四季は空を飛んでんだぞ。間違いねえ。髪を立てた小柄な中等部男子。てめえ何者だ。押せよ。てめえ。あの野郎、あいつ自身が飛び道具ってわけかよ。上等だ。てめえ、そこ動くなよ。こら、動くなっつってんだろうが。ヨシマリ、ったくもう、どこ行ったのよ。待ちやがれ。ヤシマリ、誰、あれがあやかし。待てよ。待ちやがれ。これぐらいはついてこれるか。なら何で。お前、なんだ、接近戦は苦手なのか。こんなの大した速さじゃないだろ。術に頼りすぎじゃないのか。その術だってこのざまか。何するつもりだ。何、冗談だろ。正統継承者の結界がこんなやわなわけないよな。動きも遅いし対処もぬるい。とんだ見込み違いだ。こんな奴のお守りしなきゃいけないとはよ。お前一体。裏会実行部隊野行所属獅子雄玄、烏森の地の警護および結界師補佐役として派遣された。なんだって。お前本当にあの人の弟か。野行って兄貴の。野行ってあの裏会の。は、笑わせんなこのあやかし野郎。うまく人間に化けたつもりだろうが、俺の目はごまかせねえぜ。マジで分かってねえのか。私は昼間派手に活動できないはずだろ。おい、もしもし。お、兄貴。あれ、吉森か。お前なんだって弦の携帯からかけてるんだ。なんでもクソもねえ。誰なんだよこいつ。誰って、補佐役を送るって言ったろ。聞いてねえよ。てめえ正森の手先か。どうして野行がちょっかい出してくるんだよ。この地を狙う新たな敵が現れたのさ。今までとは違う組織的なあやかしの集団だ。お前らでは対処しきれなくなる。だから俺が。正統継承者がそのざまじゃな。確かに俺は力不足だが、あの野郎はいつか必ず超える。
昼間から学校で暴れてんじゃないよ。男同士の話に水差すんじゃねえ。黙りなさい。あんたもよ、裏会の人間なら時と場所はわきまえなさい。ん？あ、え？何？あの怯えた顔。お前が乱。ごめんね。今近所を探してくるから、お茶菓子でも食べて待っててくれるかな？いえ、お茶だけで結構です。甘いものは嫌いなんで。ここがあの人の生まれた家。ここにいる。真っ昼間から人んちで泥棒の真似とはいい度胸じゃねえか。ふん、言いがかりだな。待たせてごめんね、獅子王くん。あれ、吉森帰ってたの？帰ってたのじゃねえ。なんでこいつがうちにいんだよ。なんでって。すいません、やっぱり俺出直してきます。そうだ、獅子王くん、夕飯食べていきなよ。いえ、そんなわけには。ほんとに見ると、帰れ帰りやがれ。てめえに食わせる飯やねえ。よしもり、お友達になんてこと言うんだ。いや、お友達じゃ。なんじゃい、騒がしいの。あ、お父さん、もうどこ行ってたんですか。お客さんですよ。客？シゲジの客？ああ、キャッ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 。吉森、無駄に熱くなりすぎだよ。うるせえ。相変わらずとろいな。てめえ、この後始末が先でしょ。ん？あ、はい、もしもし。はい、大丈夫です。どう、そっちは。吉森とはうまくいきそう？あいつ大したことないですよ。そう言うな。俺の弟だぞ。まあ任務だからって気張るなよ。そこの学校人多いだろ。楽しめよ、学校生活とか。俺そういうのはもう。お前ちゃんと自分から女の子に話しかけられるようにならないとな。な、トキネちゃんいい子だから仲良くなりなよ。ん？だってあいつらギャーギャーうるさいし、すげえガキだし、それに俺いつかあいつら壊しそうだし。ゲン、お前はもうちゃんと制御ができるはずだよ。そうだろ。あの棟梁。え、何？返せよ、でかいせ。ごめん、
よく聞こえない。もしかして悪い、もう少し大きな声で言ってくる？許さない。あの、一つ聞いていいですか？ああ、いいよ。あの、どうしたの？場所が良くないか。え？いや、電波がちょっとさ。同僚？で、なんだっけ？なぜ俺をここに？ああ、そうだね。派遣の理由はいろいろあるけど、吉森と会うと思ってさ。あんたさ、おやめよ、コーヒー牛乳の焼け飲みなんて。うるせえ、これが飲まずにいられるか、父親の野郎。たかが野行の慕ったごときにそんなにムキになるんじゃないよ。あいつすっげえ、獅子王のやつ、あれを止めやがった。勝ったつもりかい？空中こそ私のホームグラウンド。おびき出されたのはあんたの方さ。何？あんたは結界師じゃないようだね。待てよ、あの切られ方は。ダメだ獅子王、離れろ。そいつはだったらあんたには用はない。獅子王！あ、ちょっとゲン君！なんだ？狙っていたのは今のタイミングと力加減か。でも、あいつはあんなに強かったか。いや、知ってる。戦いの状況に合わせて変化し、その集中力とともに全ての感覚を尖らせていく。時々いるんだ、ああいう戦いの中で進化していくやつが。やっぱあの回転を止めなきゃ滅まで持っていけないか。よう、無事だったか獅子王。けどもうしばらくくたばってていいぜ。派遣の理由はいろいろあるけど、吉森と会うと思ってさ。そういうことかよ畜生。こいつ俺と同じタイプだ。攻撃仕掛けてこなくなった。逃げ回って力を貯めるつもりか。さあ、おい、こら、何してやがる。俺の結界だぞ。お前の技術じゃ奴の動きは止められないだろう。なんだと。奴のスピード上がってきてるぞ。わかってる。ていうか怪我人は黙って見てる。空中こそ私のホームグラウンド。なるほど。怪我人のはずだよな。られれば。よしもり、何やってんのさ。しっかりやんな。まあ、うっせえ。そうか、校舎の中なら奴も自由に動けねえ。鬼ごっこは終わりだ。てめえはあそこでおとなしくしてろ。どうだ、何のプレスティー。
に。まさかあそこへ放り込むよう結界で誘導したのか。おい待てよ、てめえもちゃんと直してけよ壊したところ。 なんだよその目は。ああ、そうさ、ここがぐっちゃぐちゃになったのは俺のせいさ。でもお前だって壊しただろこの辺とか。俺はそういうことはできない。おーい、待ちなさい。修復術は使えなくても瓦礫運んで片付けたり掃除したりはできるはずよ。手伝いなさい。無理だ、俺は壊すだけだ。ゲン君待ちなさい。ちょっと任せろ、俺がとっ捕まえてきてやる。ただし無事は保証しかねるが、うん、やめなさい。今日のところはいいわ、私たちだけでやりましょう。ああまたかよ。あの子戸惑ってるみたいだった。時間をかければ仲良くなれると思う。おい、そこ俺の場所なんだけど。ああ、もうやめろよそのノーリアクション。うん、いいさ、俺は心が広いからな、少しぐらいお前に譲って。うわー、てめえ、お前の陣地そっから向こうな。狭っ、なんだよこれ、これじゃ寝返りも打てねえよ。棺桶の幅くらいはあるだろ。嫌な表現するなよ、エジプトのミイラか俺は。呪うぞこの野郎。お前もう何でもいいから黙れ。じゃあ黙ってやるから半分陣地起こせ。お前あやかし混じりってやつなんだって。それってこの土地にいて大丈夫なのか。それについては散々注意を受けた。力を制御できていればむしろプラスに働く。怪我はもういいのか。問題ない。あー、ずっりーよな。俺なんか疲れてようが傷が治ってなかろうが毎日戦ってんだぜ。俺もそんな体だったらどんなに楽か。別に俺が望んだ体じゃない。でもさ、早く飛べるのっていいだろ。さあな、いいことばかりじゃないさ。なんだよそれ。やっぱりぬるいよお前。ああ、喧嘩売ってんのかこら。おい待てよ獅子王。寝過ごしちまった。もう放課後じゃねえか。住村くん、お住村くんいる。あ、あのどうしても相談したいことが。実は昨日の夜、私の幼なじみが屋根の上を飛ぶ獅子王くんを見て好意を持っちゃった。なに、獅子王に。獅子王はやめとけ。いいか、ちょっとでも声をかけるとバッサリやられるぞ。やっぱり見た目通りだ。奴は全身狂気の危険人物だ。ところで誰だその物好きな幼なじみって。一組の品川葵。住村くんも知ってるはずだよ、小学校でも一緒だったし。なに、品川って誰だっけ。ほら、絵のコンクールとかいつも入賞してる品川葵だよ。美少女ってみんなが騒いでるでしょ。絵のコンクール、美少女。お前さ、もうちょっと優しくしてやれば。神田や田畑からも聞いたけど、お前結構モテるみたいだぜ。ちょっと納得いかねえけどな。あの品川葵ってやつ、いい子みたいじゃないか。嫌いになるぞ。え、
俺の正体知ったら誰だって嫌いになるぞ。そうか？俺はそうは思わないけどな。問題ない。そういやお前、よく服がボロボロになってるよな。自分で直してるわけ？いや、予備がある。20着以上な。そんなに？さてはお前おしゃれさんだな。なんでよ。それより、え、早く片付けたらどうだ。あ、待って。話してくれるようにはなったけど、目は合わせてくれないのよね。目！おい、時音に片付けばっかさせてんじゃねえよ。俺にはあんな術は使えない。そういうことじゃない。お前の態度は時音をバカにしてんだよ。どう思うかはあの女の問題だ。お前が言うことじゃない。んだとその態度。時音にそんな態度取り続けてみろ。俺の必殺チョップが。なぜあの女のことを気にする。住村と雪村は対立してるんだろう。うるさい。待てよ。うるさい、ついてくるな。侮辱したな、俺の愛するコーヒー牛乳を。飲みすぎだって言っただけでしょ。いや、そんなもんばっかよく飲めるわねって言った。そんなもんとはなんだ。ああ、わかった。だからもうついてこないで。昼間まであんたとつるむ気ないの。完全に拒絶。邪魔なの、嫌なの、嫌いなの。ふーん、そんな、まいった。ねえ、なんか気にならないわけ？気にしてほしいのか？お前、あの女のこと好きなのか？あの女って誰のことだよ！だから、あの雪村の。誰があんな女？わからんな。どうしてあんな女？あんな女って言うな！お前が言ったんだろ？女なんてうるさいだけだと思うわな。おや、お前さんもしかしてそっちの趣味？ま、女の方がいい匂いだとは思うわな。あ、匂い。うわ、お前何そのいやらしい発言。な、何がだよ。俺はお前らより鼻が利く。これはこれで大変なんだからな。はあ、じゃあさ、今度俺の靴下嗅いでみない？嗅ぐか。だって、私その人知らないし。え、いや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 、こいつ有名だろ。女ならこの顔好きだろ。ケッ、残念。私背の高い人が好みなの。せめて肩がここら辺にないとね。え、だからってケッツはなの。ケッ、申し訳ない。キレの好みって背が高くて肩が目線の位置。俺今むしろその逆。一度に二人を沈めたか。バカな、これだけと。お前、本当にあんな怖え女が好きなのか？うるせえ！これはわかるな、杉村。寝てんなよ。いないのに。注意するの癖になってんだな。なんでしょうか？あいつは。あいつ？うーん。あ、住村くん？そうだ、住村くんはバカなのに風邪をひいたんだ。
今日はお休みなんです。ごめんなさい。なんなの。こっち来い。いきなりなんだよお前。あれは霊だ。だからって即座に狩ろうとするなよ。カラス森に現れた霊は消すべきだ。お前の物騒な思考回路の方を召したいぐらいだ。住村、よくわからんが質問があるなら放課後にでも職員室来い。わからんな。あれはいわば火種だろ。しかも人についている。放っておけば人の方にも影響が出る。だからあの猫、最後に先生に褒めてもらいたかったのかもな。変化せずに済んだからよかったが、結局お前の出番なかったな。ああ、俺が何もやらずに済んでよかったよ。棟梁ならどうしたかな。ではのか。ま、やらせといておやりよ。今日給食なんだっけ。は？ The night troops. See? Night troops? Nice to meet you both. I'm Kyoichi Hiba. What'd you do it again? He was about to violate our taboo, so I knocked him out. Wait, what's the taboo? This idiot. He lost all control again. But you don't have to worry about that anymore. As soon as I report his violation, he'll be expelled. Wait, what are you talking about? First my brother assigns him here to help us without any warning, and now just as suddenly you show up and take him away! Hey, what are you so mad about? This is for your sake as well, you know. You felt his negative energy, didn't you? He's a monster. He can't control himself. He can't even follow the most basic rules. Why would you want to work with him? All he knows how to do is destroy things. Stop saying such cruel things! No wonder his own family abandoned him. I'm surprised he's still in the Shadow Organization. Mm-hmm. Not only that, his sister was almost... Stop it! Hey, Gen! Gen Shishio, get your things together and prepare to go. Gen, you can't go! Wait! Gen! I'm going home. Ken, don't go!知ってるか？こいつは実の姉を。あいつ、何があったんだ？あの野郎、このままで済ませられっか！獅子王くん？ああ、さっきまでいたけど、帰ったよ、彼。帰った？具合悪いんだって。きっとサボりじゃないの？とんずらかよ！で、次は吉森だな。私だって、ゲン君にはこのままカラス森にいてほしいけど。俺は別にあいつにいてほしいってわけじゃないけどよ。おや、強がっちゃって。なんだかんだ言って結構あいつを気に入ってたくせに。うるせえ。俺はあいつに借りがあんだよ。借りはきっちり返してんだ。借りねえ。なのにさ、なんかあいつ帰る気満々っていうか、塩らしいっていうか。任務投げ出す気はないとか言っといて。もっと抵抗すりゃいいのに。そうだね。
あの野行のヒバってやつがさ、獅子王のこといろいろ言ってたよな。姉をどうとか家族がどうとかってさ。俺あれが気になって、一体何があったんだろうってさ。そりゃ私だって気になるけど、だからって玄君が話してくれるわけないし。他の誰かに聞くって言っても、あいつのことを知ってるやつなんて。あいつか。玄君にはなんだか気持ちが伝わらないのよね。壁みたいなものがあって弾かれちゃう感じがする。壁はあっても協力は必要だと思う。その壁何なのか知んねえけど、俺兄貴に聞いてみるわ。吉森、あんた。父さん、あのさ。なんだい、吉森。あれ教えてくれる。あれって？携帯、兄貴の。くそ！壁越えんのも楽じゃねえ。あの、俺。ただいま電話に出られません。メッセージをどうぞ。このクソ兄貴！ひどいな、クソ兄貴なんて。てめえなんでここにいる？なんでってここ俺ん家だろ。マサニー、父さん、マサニーだよ。マサニーが帰ってきたよ。ん？おかえりなさい、マサニー。マサモリ、どうしたんだい急に。急に父さんの手料理が食べたくなってさ。なんだ、それならそうと電話してくれればいいのに。ただいま帰りました、おじいさん。ん、よう帰った。後で話がある。はい。あー、天ぷらだ。ではいただきます。いただきます。なーん、ホルモンのサクサク加減たい、エビの上がり具合たい、こりゃ絶品じゃ、しおじさん。そうですか、いや嬉しいな。僕エビ天大好き。お前連続エビ天じゃねえか。芋食え芋。ヨシニーだってエビばっかじゃないか。兄貴に譲ろうって気はねえのか。やかましい、静かに食わんか。帰るって分かっていればもっとマサモリの好物作ったんだけど。いきなり帰ってきて天ぷらなんてごちそうが食べられて嬉しいよ。あっちの食事は質素だから。ちゃんと食べてる？なんか痩せたんじゃないかな。そうかな、変わらないと思うけど。嫌なとこも全然変わんねえよ。ほら、これも食べて。こっちも。お父さん、マサ兄が帰ってきてご機嫌だね。お父さんはね、大勢でご飯食べるのが大好きなんだよ。そういえば吉森、獅子王くんはいつ夕飯に来てくれるのかな。誘っておいでよ。マサモリも帰ってきてるし、みんなでご飯食べたら楽しいよ。そうだね、それはいい。おい、今は獅子王と楽しく飯が食える状況じゃねえだろ。俺やっぱ壁を作る。あ、父さん、兄貴は？マサモリ？自分の部屋じゃないかい？ああ。なんだ吉森。うわー、さっきから何やってるんだお前。何って？俺に何か用か。あるか、んなもん。クソ兄貴に電話してたくせに。このクソ兄貴。あれは呪いの電話だ。弦のことか。だから今帰られんの困るんだよ。え？大した借りじゃねえよ。吹けば飛ぶような借りさ。
でもあいつのおかげで少し命拾いしたのは事実だから。まあ考えとくわ。それだけ？いや、だから、あのさ、野業にヒバってやついるだろ？獅子王の監視役だって男。うん。あいつがさ、獅子王のこといろいろ言って、実の姉をどうのとか、家族に捨てられたとかって。その話か。やっぱり知ってるんだな、兄貴。一体どういうことなんだ？獅子王は何やったんだよ？知ってどうする？どうするって、わかんねえけど。では言えんな。なんでだよ。その程度の覚悟では、他人の重荷を背負うことなど到底できない。そんなの兄貴が決めることかよ。あいつ俺を見ないんだ。目も合わせないし耳も貸さない。こんなの我慢できるかよ。ガキの感触だな。違う、俺はあいつの周りにはさ、結界みたいな壁があんだよ。あれがある限り、獅子王は俺たちを仲間だなんて思わねえ。だから俺はそれをぶち壊したいんだ。弦の過去を知れば、その壁を突き崩せるとでも言うのか？そんなもんわかんねえよ。わかんねえもんはわかんねえんだよ。わかんなきゃ聞いちゃいけねえのかよ。お前、めちゃくちゃだな。悪いか。落ち着け。もういい、帰る。まあ待て、座れ。やだね、どうせ説教だろ。そうじゃない、長い話になるからだ。ゲンはな、実の姉を殺しかけたんだ。I can cut through your weak heck. I like their paper. Yeah, then how about this? Cats! What? Cats! 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 He used smaller kekai on my joints to keep me pinned down. Now listen! Why don't you just ask them to go easy on you? They might even forgive you this time around. Don't you see? I don't need anyone's pity. But I want you to stay here. You're so naive! But I believe in you, Gen. Shut up! Yoshimori! I had a number of reasons. But mostly, I thought you would get along well with Yoshimori. The bottom line is, I need you. Don't be stupid. No matter how much you say you need me, I'm still gonna be relieved of this post. Can't you at least try to stay? Shishio! Oi! Iru nara dete koi yo! Josuiki nara irimasen. Ano na! Motto oka ni yu koto nee no ka yo! Teka, ore wa salesman ka, kora! Tok! Sore ni are da!うちの父さんがどうしてもお前にって手製の特別弁当だな。そこに置いていけ。俺の分もあるんだよ。お前学校休んで何してたんだよ。精神統一してた。精神統一？気合い入れ直したってことか？うん。そっちの箱は？わ、なかなかいいところに気づくじゃねえか。じゃーん！俺様特製のチョコケーキだ。長年の研究を重ねた自信作だぜ。いや、なんだよその無言のブーイングは。男がお菓子作るなんてみっともねえって言いてんのか。いや。じゃあなんだよ。食うよ。ならいいけど。うまいとかまずいとかねえのかよ。あ、ゲン、いるんでしょ？獅子王、なんかお客さん来て。何その顔。どうした？平気か？なんでもない。
いや、明らかに挙動不審だし。俺が出ようか。ダメだ、そのドアを開けてはいけない。はぁ、浄水器なら言いません。それ力込めて言うセリフかよ。あ、そう。お、ああ。来ちゃった。おい、獅子王は一体誰？どうも、よしもりくん。なんで俺のことを？うちの子がお世話になってまーす。母さん、違う。トキエ、どうしたんだよ。それがよくわかんないんだけど、私が連れてきたの。は？私、花島アトラ。野行所属の妖獣使いで、弦の指導を担当してます。あら、お食事中だった？ごめんなさいね。それよりドア壊したこと謝れよ。うわぁ、美味しそうなケーキがあるじゃない。ああ、それ俺が作ったんですけど。え、作ったの？すごい。それってゲンも食べたの？あ、はい。ゲン、甘いもの嫌いじゃなかったっけ？そうなの？お前普通に食ってたじゃん！なんで先に言わねえんだよ。いや、悪いから。言えよ、俺気にしねえのに。え、この感じ。仲良くなったんだ、仲良くなったんだ。違う！そっか、よかったね、ゲン。離れろ。何照れてんのよ。昔はよく一緒にお風呂に入った仲じゃない。うるさい、余計なこと言うな。実は私、あなたたちをテストしに来たの。テスト？獅子王、これまでね。アトラ、まずいぞ。うそ。逃がすか。いけだろ。どうやら時間切れね。そんな。ちくしょう。ちくしょう。すまねえ。俺のせいで。お前のせいじゃない。けどよ。やれるだけのことはやったと思う。悔しいけど。なーに、シュンとしちゃってるのよ。あなたたちの勝ちでしょ。え、だって私捕まえられちゃったじゃない。ほんのちょっぴりだけどね。それじゃあ、うん、合格。よっしゃー。なんか俺たち今回は出番なしだな。まあ、たまにはいいんじゃない。やったな、獅子王、大逆転だぜ。やったな、やったな。あ、ゲンゲン。おい、でも本当に私たちの勝ちでいいんですか。何、不満？いや、そういうわけじゃわかんない。あの意地っ張りで不器用なゲンが仲間を信じて、最後の最後、ヨシモリ君に自分の全てを託した。それだけでもう十分合格。二人ともありがとう。アトラさん。ああ、ケンケン、帰ろ。一緒、帰ろ。いや、まだ帰らない。なんで、なんでケンケン。他にもっと戦闘向きの妖獣だっていたはずだろう。そうね。でも、
私はあんたたちを傷つけに来たわけじゃないもの。じゃあね、ゲン。友達は大事にしなさいね。行くよ、ライゾー。さあ、獅子王くん、好きなだけ食べてね。どうも。サラダ取ってあげるね。はいはい、これもどうぞ。はい、おいしいよ。ほら、冷めないうちにどうぞ。僕の得意料理なんだ。遠慮しないでね、食べ盛りなんだから。あ、そうだ、この漬物がまたおすすめでね。お父さん、おじいちゃんは？お出かけなんだよ。少し遅くなるから先に食べてなさいって。ふん、珍しいね。でも今日は獅子王くんが来てくれたから寂しくないだろう。それはお父さんがでしょ。そうだね。ごちそうさま。ごちそうさま。獅子王くん、食後のデザートは何がいいかな。果物、それとも。今帰ったぞ。あ、お父さんだ。お帰りなさい、お父さん。夕飯どうします。おい、返してくれ。まあまあ、父さんの気が済むまでいてやってよ。杉村。あ、そうだ、獅子王くん、お風呂入っていきなよ。入ってけば。遠慮するなって。お風呂は嫌いだ。アトラさんと一緒じゃないと入りたくないのか。うるさい。吉森、お風呂見てきてくれるかな。ああ。入れよ、ここなら誰も来ねえし。で、話ってなんだ。ああ、兄貴ってさ、その棟梁としてどうなんだ。なんだ急に。俺さ、あんまり兄貴のことを信用してねえんだよ。自分の兄だろ。血がつながってりゃ信用するってもんでもねえよ。それは。でもこの先国防楼が本気で襲ってきたら、野行も出張ってくるだろう。そしたらそうも言ってらんねえかなって。だから俺、お前が大丈夫だって言うんなら今回だけは兄貴を信用しとこうと思ってさ。で、どうよ。あんなすごい人はなかなかいないと思う。俺は信じてる。不信感とか全然ねえの。ない。そっか、わかった。ずいぶん簡単にわかるんだな。俺、お前のことは信用してっから。ところでお前さ、シャンプーの後リンスした？毛立ってっから。ほっとけ。姉さんを切った感じ悪くなかったろう。俺はさ、君ってこっち側じゃないかと思ってるんだけど。なんだと。だって君も力を振るうことに快感を覚えるタイプだろう。お前らと一緒にするな。一緒さ。君は俺と同じ匂いがする。血の匂いだ。こっちに来いよ。こっちは自由だ。裏切られることもない。黙れ。分かってないな。じゃあいいものをあげるよ。楽しませてもらったお礼にね。虫の卵さ、生まれるのは忠実なしもべだ。その持ち主とそっくりな姿をしたね。さぞ醜い姿だろうな、君のしもべは。
でも決して君を裏切らないよ。くだらん。やっぱり捨てよう。やっぱり捨てよう。俺の声。お前の声。心の声だ。よし、あれさえなきゃこっちのもんだ。獅子を解け。俺が兄ちゃん。獅子どうしたんだよ。なんか変だぞお前。別に問題ない。そうか、ならいいけどよ。血の匂いだ。洗ったって消えやしない。血は洗い流せても罪は消えないな。でも杉村はこんな俺が必要だって言ったんだ。口では何とでも言えるさ。あいつらだってお前の正体を見たら逃げていくに決まっている。よせ。もうやめよ、人に期待をかけるの。裏切られるのはたくさんだ。家族だってお前を見捨てたじゃないか。黙れ。俺は決して裏切らないよ。こっちに来ればエンジョインもない。君はありのままで生きていけるよ。黙れ。おいおい強がるなよ。君だって本当はこっちに来たいんじゃないか。違う。じゃあなぜ卵を捨てない。来ればお前はありのままで生きられる。合ってるところ、あのガキに見られたんだろ。あっちはお前が裏切ったと思ってるぜ。うるさい。じゃあどっちなんだお前は。俺は棟梁だってお前がいなくなってせいせいしてるんじゃないのか。お前は野行の中でもはみ出し者だった。棟梁だって扱いかねて烏森に派遣するしかなかったんじゃないのか。やめろ。おいこら獅子王、ここで会ったら100年なあ。一言も聞かずに逃げるってなんだ。聞かざるか逃げざるか。待てってんだよ。待てよこら。逃げ足早いのが偉いってのか。何言ってんのあいつ。よっすい追いかけっこで元元にかなうわけないのに。アホだね。こうなったら決つ。
から聞けこの野郎。いいか、うるせえとか言うなよ。てめえが喋んねえから俺が喋ってんだ。一人でグダグダ考えてんじゃねえぞバーカ。何かあるなら言えよ。あ、やっぱいいや、言うな、めんどいから。お前が何悩んでんのかなんて知んねえけど、だから多分だけど、そんなこと気にすんな。少なくとも俺は気にしねえ。わかんねえけど以上。丸木声フールオンザ結界。口じゃ何でも言えるさ、友達だとか仲間だとか。だけど本当にそうなのか。完全変化した姿を見たら、あいつらだってお前のこと嫌うに決まってる。こっち来いよ。化け物は化け物らしく生きていけるぜ。そっちで無理することないんじゃないかな。来いよ、国防楼へ。いいじゃん。こいつこの姿見てビビりもしねえか。この爪、誰かを傷つけるためじゃなく、誰かを守るために初めて使えた。俺のために泣いてんのか。なんだその顔。お前が弱っちいこと言うからだろ。変だな、いろんなことを思い出す。このまま引き下がるのかよ。まだやり残したことだってあんだろ。